こんにちは。今日紹介するのはシステムサービスさんから出ている1回300円のガチャ商品、スヌーピーソーカルサーフコレクションです。ソーカルというのは南カリフォルニアの略らしいのですが、そんな南カリフォルニアに似合う感じのサーファーっぽいコレクションになっていると思います。ラインナップの方を紹介したいと思います。はい、まずこちらがですね、ランチトートバッグ、こちらちょっと大きなサイズになってまして、縦22センチの横28センチあります。はい、そして次がポーチ&巾着、こちらもですね、スヌーピーがサーフィンをしている形じゃなくてデザインになってます。そしてミニ巾着、はい、サーフボード型ペンポーチ、そして最後がデカ巾着、こちらもですね、縦が20センチありまして、ちょっと大きめな巾着になってますので、はい、とても可愛いと思います。スヌーピーいっぱいついてまして、はい、それでは実際の商品を紹介したいと思います。はい、こちらに2つ用意しました。まずこちらがですね、ミニ巾着、大きさは縦が約11センチ、横が 9.5 センチなってます。この大きさですと、カバンの中の鍵とかリップとか、ちょっとこまごましたもの、飴やガムとか入れたらちょうどいいサイズだと思うので、今日はちょっと手元にあるクッキーをですね、3つばかし入れて、カバンの中にちっちゃいお菓子入れてるとちょっとばらけがちなのですが、こういう巾着に入れるとちょうどいい大きさですっきり収まるのではないでしょうか。デザインもですね、ちょっと渋めになってまして、車にサーフボードを積んだスヌーピーと、そしてこの布の色もですね、藍染めっぽい色の青で、とてもシックなデザインになってて渋くていいと思います。こちらがミニ巾着です。そしてもう一つがサーフボード型ペンポーチ、こちらの大きさがですね、外側が約16センチ、そして入り口がですね、ファスナーを目いっぱい開けた状態で約11センチなってます。11センチの口ですと、そんなに大きな普通のサイズのボールペンとかだとちょっときついかなって、入らないかもしれないので、ちょっと短めの今日は赤ペンとですね、こちらのシャーペンを1本入れてみたいと思います。これ2本でちょうどもういっぱいいっぱいですね。これに付箋紙を入れて、くちゃくちゃになっちゃう、よいしょ、付箋紙を入れてちょうどな大きさですね。これが今ペンが2本と付箋紙が入った状態でパンパンです。こんな感じです。そしてファスナー部分にフェルトでできたサーフボードのフィンの形のもついてまして、ちょっとサーフボードらしさが出てます。かわいいデザインになってると思います。こちらがですね、サーフボード型ペンポーチです。はい、こんな感じでですね、これからもですね、可愛い商品や楽しい商品たくさん紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をしていただけたらと思います。
今日紹介したのはスヌーピーソーカルサーフコレクションでした。ぜひこの可愛い商品手に取って使ってみてはいかがでしょうか。それではさようなら。